ダンスっていうのは自分が普段出せない感情だったりとかそういうものを表現するためのものだから芸術と一緒っすね。アスリートだと自分では思ってない、だからスポーツ選手ではないよ、じゃあそれがパフォーマーでもない。小さい頃から日本一になるんじゃなくて世界一になるっていうのをすごい言ってましたね。優勝したっていうだけで名を刻みたいわけではない、普段の俺は別に普通の人間でも踊ってる時は違いますよっていうような。Thank you.